ママ、ごめん、もう限界。首を吊ろうと思う。は？行ってきます。一体どうしたの？大学で何かあった？それとも一人暮らしが嫌になっちゃったの？ママたちのせいでしょ。え？バイトだってそんなにできるわけじゃないのに、毎月10万も送るなんて無理に決まってる。何を言ってるの？もう私ガリガリよ。こんな生活が続くなら死んだ方がマシ。あかね、落ち着いて。ママたちのせいとか毎月10万円とか全く意味がわからないんだけど。え？どういうことか説明して。いや、だからママとパパって3000万円の借金があるんだよね。はあ？ないわよ、そんなもの。え、そうなの？だってパパが言ってた。老後の資金作りのために仮想通貨に手を出したら2人揃って失敗したって。私はそんなもの一度もやったことない。それでどうしても生活が厳しいから私に仕送りしてくれって言ってきたの。それいつの話？ 3、4 ヶ月くらい前かな。それで食費を削って仕送りを続けてたってわけ？全部デタラメよ。そんな、おかしいと思わなかった？それにどうして私に何も確認しなかったの？だってパパが、母さんは朝から晩まで体を売って稼いでる、もう心も体もボロボロだからそっとしておいてやれって言うから。むちゃくちゃな話ね。でも私もさすがに限界だった。だから思い切って LINE したの。そっか。まずはっきり言っておくけど、借金なんて事実はどこにもない。あなたが毎月10万円送ってるなんてのも初耳だわ。じゃあパパが嘘ついて猫ババしてたってこと？そうなるわね。何それ、ふざけた話だわ。私はあまり自分から連絡するタイプでもないし、あなたは素直で信じやすいところがあるからいけると思ったのかな。でもどうしてパパはそんな嘘を？本当はやっぱり借金があるんじゃないの？多分違うと思う。え？実はね。ああ、いや、娘にこんな話をするのもあれか。何を？話して。わかった。実はあの人、浮気してるかもしれないのよ。え？ここのところずっと怪しい動きをしてるんだよね。どういうこと？私の目を気にしてこそこそスマホいじったり、休みの日になると同僚とゴルフに行ってくるって言いながら香水たっぷりつけて出かけたり。それは確かに怪しいね。あとうなじにキスマークみたいなのがついてた。最初はあざかと思ったけど、日常生活でうなじぶつけるなんてなかなかないでしょ。もうそれ黒じゃない？うん、だから数日前に懇親所に依頼したの。今は結果待ち。そんなことになってたんだ。もし黒だったらあなたに言うつもりだったわ。でもまさかその前にこんな連絡が来るなんて。なんか私パパにムカついてきた。もし浮気してたら私のなけなしのお金を知らない女に使ってたってことだもんね。そうなっちゃうかな。ありえない、ムカつく。私も相当怒ってる。でも今は更新所からの報告を待ちたいの。だから茜もお父さんには何も言わないで。わかった。でもムカついたらお腹空いてきちゃったよ。そういえばガリガリって言ってたわね。全然食べてないの？昨日はうまい棒1本で、おとといはスルメ1枚。大変じゃない。ちょっと待ってね。今ネットバンキングで10万円送ったわ。それですぐに何か食べて。ありがとう。じゃあステーキ食べる。ちゃんと野菜も取るのよ。何か進展があったらまた連絡するから。うん、またね、ママ。数日後。仕事終わった？そろそろ家に着く。なんで？ちょっと話があるの。何？なんだと思う？もったいぶらずに言え。茜の10万円、これでわかるかな？ああ、はいはい。何そのリアクション。とりあえずもう着くから直接話そう。
LINE で喋る内容でもねえだろ。それもそうね。よし、着いた。どこ行ったのよ、話し合うんじゃないの。何が。俺は貴重品と荷物取りに来ただけ。は？あかねの話なんか LINE で十分だろ。さっきと言ってることが違うじゃない。まさかこんな早くバレるとはな。まあ時間の問題だと思ったけど。どういう意味。人生をやり直す前に奪えるもんは奪っておこうと思ってな。は？お前はもうババアだ。俺と離婚しろ。いきなりすごいこと言うのね。ずっと前から思ってたんだ。お前もう46だし。だったら思った段階で言えばよかったじゃない。別にそれでもよかったんだが、どうせなら娘にこれまで育ててやった分の金を返してもらおうと思ってな。離婚したら印象悪いだろ。それで嘘をついて茜からお金を奪ったってわけ。ああ、あいつはバカで騙されやすいし、お前は自分から連絡を取るタイプでもないからいけると思った。まあそのうちバレると思ったけど。あのさ、さっきからなんでそんなに開き直ってるわけ。別に茜の金なんておまけみたいなもんだし、バレたら共同貯金いただいてさっさと逃げようと思ってたから。は？今ネットバンキングで共同貯金の金は全て俺の口座に移した。いただきます。本当だ、残高がなくなってる。何してんのよ。じゃあ俺は新しい人生の再出発と行くんで、離婚届は郵送するわ。そういえば逃げるとか言ってたわね。一体どこへ行くつもり。教えるわけねえだろ。ああ、言っておくが、会社で待ち伏せなんかしても無駄だぞ。あんな安月給のクソ会社もうやめてやるんだ。明日の朝一で退職届送りつけてやる。やってることがめちゃくちゃすぎるわ。賢明な判断と言ってくれ。ババアと別れてもらうもんをもらい、新しい彼女と幸せに暮らす。最高の選択だろ。新しい彼女。おっと、口が滑っちまった。でももう関係ねえや。浮気してたんだね。ああ、アホなお前は全然気づいてなかったみたいだけどな。私とは金を捨ててその女と一緒になるってことか。そうだよ。言っておくが、慰謝料なんか1円も払わねえぞ。絶対払わせる。嫌だ、逃げるし。捕まえる。どうやって。日本は広いぞ。前から思ってたけど、あんたって本当アホだよね。は？まあいいわ、せいぜい頑張って私から逃げることね。意味わかんねえ。もうお前からの連絡は全部無視するから。1時間後。なんでここがわかったんだよ。ごめんなさいね、たった1時間で見つけちゃって。玄関を叩くな。じゃあ早く出てきなさいよ。女のアパートに隠れてるなんて男としてカッコ悪すぎるから。いえ、なぜここがわかった。だから、あんたがアホすぎるからだって。どういう意味だよ。私が何も気づいてないと思った。あんたのバレバレな浮気なんてずっと前から怪しんでたから。え？私に隠れてこそこそスマホいじったり、同僚とゴルフ行くのに香水つけていったり、もう疑ってくださいって言ってるようなもんだったわ。そうだったの？でもお前別に何も言ってこなかったじゃないか。更新所に依頼してたからね。泳がせといた方が尻尾もつかみやすいでしょ。そんなとこ使ってたのか。だからあんたがユミって若い女と浮気してることも、ユミの家であるこのアパートに入り浸ってることも知ってた。仕事もろくに行かずにね。いや、もう逃げられないわよ。けじめはしっかり取ってもらう。なんだよそれ。マリから騙し取ったお金と共同貯金の返済、それから浮気の慰謝料、あとそのユミって女にもいろいろ話を聞かせてもらわなきゃ。ちょっと待ってくれ。何？あ、いや、そのこれはあくまで俺とお前の問題っていうか、彼女は関係ないわけで。そんなことない。
そのユミって女にも慰謝料払う義務がある。あ、いや、だから。何？まさかその女には既婚者であることを黙ってたとか。まあ、ふん。じゃあ私があんたの妻だってことを分からせてあげないとね。え、何するつもりだよ。私は純の妻ですって郵便受けから叫ぶだけ。だ、やめろ。あー、喉が痛い。でもさすがに近所迷惑だったかしら。最悪だ、ユミが絶句してる。家族を捨てた挙句若い女をたぶらかすなんて、クソ最低な男ね。うるさい。は？俺は俺で人生をやり直したいと思ったんだよ。急に何を言い出すかと思ったら、アホ発言にも程がある。別に冗談でも何でもない。若い女とやり直したきゃ私と離婚して好きにしたらよかったでしょ。でもあんたは実の娘からお金を奪い取った。茜がどんな思いであんたに仕送りしてたか分かってるの？金が必要だったんだ、リストラにあったから。え？3ヶ月くらい前だったか。大幅な人件費削減とか言って営業成績最下位の俺が真っ先にクビにされたんだよ。初耳なんだけど。っていうかあんた明日にでも退職届を出すとか言ってなかった？あんなの嘘だ、リストラとかかっこ悪いから。っていうか3ヶ月前ってどうしてすぐに私に言わなかったの？だからかっこ悪いからだよ。それに言ったら言ったで、お前はギャーギャー騒いだだろ。それはそうかもしれないけど、俺はすぐに再就職先を探した。でももう47だしなかなか見つからなかった。だから癒しを求めたんだ、マッチングアプリという名の癒しをな。はい。そこでユミと出会った。ユミははっきり言ってゴリラみたいな顔だが、性格はとても優しいしスタイルも完璧でな。お前はもうババアだし、いつか俺は彼女と二人で人生をやり直したいと思ってたんだ。最低すぎる。それで？しばらくは失業保険と茜から騙し取った金でやりくりしようと思ったんだよ。発想がクズすぎるわ。そんでバレたらバレたで共同貯金持ってとんずらしちまえばいいと思った。もはやクズっていうよりゴミね。別にいいだろ、俺はこれまでお前と茜を食わせてきてやったんだぞ。はあ？生活費はパートの私と折半だったでしょ。でも俺の計画は何もかもパーだ。ユミに既婚者だってことがバレちまったからな。ざまあ見ろ。ちなみに彼女は今なんて言ってるの？今すぐ出て行って顔も見たくないって俺に物投げてる。じゃあ早く出てこいゴミ。なあ、俺はこれからどうしたらいいんだ？何が？ここに居候して再就職先を探そうと思ってたのに、もうそれもできない。家に戻ってきたらいいじゃない。え？俺を許してくれるのか？いや、バカなの。私が出ていくから、あんたは今のアパートに住んだらいいって言ってんの。だから俺は無職なんだよ。失業保険だってあと1ヶ月分しかもらえないし、一人で家賃なんて払っていけない。知らないわよ。言っとくけど、あんたが無職だろうがなんだろうが払うもんは払ってもらうからね。え？茜から騙し取った30万、私への慰謝料300万、ユミさんに対する低層権侵害の慰謝料も150万くらいあるかな。ああ、共同貯金に関しては半分の50万だけ返してくれればいいわよ、離婚するから。つまり差し引きでマイナス330万ってこと？430万よ。頭悪すぎて計算もできないの？おい、そんなの無理。払わせる。すぐに家賃滞納してホームレスに転落しちまうよ。じゃあ早く再就職先見つけなきゃね。運よく見つかったとしても400万なんて無理だ。それなら格安の事故物件にでも引っ越してバイト掛け持ちしたら？そうすればギリいけるでしょ。お願いします、許してください。は？俺が全て間違ってた。最初からもっと家族を大事にすべきだったんだ。
そうね。リストラされたことを正直に打ち明けてくれてたら、私も茜もきっとあなたを支えてたと思う。でもあなたの選択は家族を裏切ることだった。若い女にうつつを抜かしてね。男ってのは若い女に弱い生き物なんだよ。でも二度と間違いは犯さない。だからどうか。ふざけんなクズ。首を吊ろうとまで考えた茜の気持ちを少しは想像しろ。そんな。じゃ。痛い。は？ユミにビンタされた。早く出て行けって。私も一発お見舞いしてやるからさっさと出てきな。いやだ。冗談よ。あんたみたいなゴミ殴る価値もない。もう勘弁してくれよ。え、ユミ？ん？後日談。真っ青な顔で部屋から飛び出してきたジュン。どうやら切れたユミさんが包丁を持ち出したようです。ちょっとくらい刺されればよかったのに。離婚が成立し、私とユミさんはそれぞれ請求すべきものを請求しました。とても支払いの追いつかないジュンは、私の助言通り事故物件へ引っ越すことに。しかし再就職先はなかなか見つからず、今は朝から深夜までバイトして生計を立てているとのこと。噂によると今は別人のように痩せ細っているようですが、それが疲労によるものなのか事故物件の悪霊によるものなのかは分かりません。両方ですかね。私は新しいアパートを借り、一人暮らしを満喫しています。茜もすっかり元気になり、今では頻繁にやり取りをしています。